ったく、ガキに負けてんじゃねえよ。力の話じゃねえぞ、頭の話だぞ。思考精度もちっと上げてこい。若さだけが取り柄でね、恥も外聞もなく大人の手を借りてボコるわけだ。てめえの技術だけ信じてるようじゃ一生下っ端だ。自分にできないことは他人に無理やりやらせねえとな。勢いだけで勝てるかよ。こちとらゲーム世代だ。100手先まで読んでるぜ。ピアノマシンはもともと絹糸の機織りでな、機を織るように人体を操作強化する。じいさんが子供の頃ショーウィンドウ越しに憧れたもんさ。ガキの身分はいいよな、考えなしに喧嘩を売れて。ん？ああこっちの話だ。気にせず寝てなガキ。昔から荒事は得意でね、進学よりこっちの方が役に立ったもんさ。司祭代行になってからめっきり機会は減っちまったがな。おう帰るぞてめえら。あ、欲しいもんがある。仕方ねえ、デパート寄ってくか。予算は月給分までな。勝つには勝ったが俺の理性が負けそうだ。何があったらここまで変わるんだよあんた。不思議そうな顔だな。てめえの手の内を熟知してる。対応策なんざ腐るほど考案済みだ。おかしいな、俺の見立てだともっとヤバい起動してきそうだったんだ。人間相手だとそそられねえってか。若いうちからヤバいのにハマっちまったな。シエルと比べるなんてバカはしねえわ。てめえ動きが単純すぎるんだよ。ゆるそうに見えて頭が固いっつうか。一度自信つけさせてやるか。クソヘビ野郎、タランテラなんざてめえにはもったいねえ。スケルツォで十分だ。ここまでだ。引くぞてめえら。倒した先からもっと強くなる怪物だ。まともにやり合っていられるか。ソプラノアルト、成果を許す。それなりに丁寧に送ってやる。これでも隣人のために働き続けた女だ。おい待ててめえ、やりたい放題やって逃げるな。メゾソプラノカリウス呼んでこい。時計塔への抗議文めっちゃ長いの作成してやる。ったく熱くなりやがって。メゾソプラノ、そいつ水牢に入れとけ。3日も経てば頭も冷えるだろう。ソプラノ、カリウスに連絡だ。バカが一人倒れてるから保護しとけってな。最低限傷の手当てもおまけしてやれ。アルト、アンドゥに連絡。クズを一つ始末したんで後処理をやらせろ。現場の処理だけじゃねえぞ、犠牲者も調べてケアしとけ。
よし、お互いいい運動になったな。ピアノマシンの調子は悪くない。人形使いマーリオ、数年越しの復活ってな。なんとか撃退っと。メンタルガッタガタで助かったぜ。不安材料はこれでクリアした。あとはロアの目覚めを待てばいい。おら、思い知ったか魔法使い。ファーッとした。そりゃ全部ラウレンティスの自業自得だがな。凡人の意地なめてんじゃねえぞ、おら。3連勝か。いいね、出だしは好調だ。10連勝か。いいね、有能なやつは大好きだ。なあ、俺の下で働けよ。優遇するぜ。